じゃなくてなんか、はい、パイティアオちゃんのママでーす、はい、今日はね、そま人さんのノース、ノースあってな、ノースヒルズキャンピングフィールドさんに来てまーす。今回はね、こちらで行われているユラフェスというキャンプイベントに来ております。ちょっとね、どういうイベントなのかぐるっと回って見ていこうと思ってます。はい、行きましょう。レッツゴー。ユラフェス開催されましたけど、どうですか？楽しいですか？楽しいもうね、もう満足したんで、もう帰ってもいいぐらいです。なんで？今からもういいっすよ、もう帰ってもいいっすよ。じゃ今からみんなのことそうっすね、楽しませてもらって、はい、いっぱいコンテンツあるんで、あ、はい、ね、楽しみにしてます。いや、いつものくますけさんが今日はね、なんとコーヒースタンドやってはります。すごい、本職のあの揺らぎさんを差し置いて、はい、あのもっと前に出てる、ぐいっと前に目指しすぎじゃないですか。豆から仕入れている、豆から仕入れてます。京都の焙煎所の豆ですね。へぇー、すごい本格的、楽しいね。いい豆ですよ。うわ、すごい。え、真ん中のはチーズ、真ん中は、ね、そうです、クリームチーズ、はいはいはい、ピーナッツバターブルーベリー、おいしい。これ僕一番できました。お待たせです。いただきます。うわ、ふっか、深いの、おいしい。美味しい。よかった。深くて、深いわ。よかったです。うん、好き。よかった、この味好き。美味しい。よかった、めっちゃ深い。ちょっとぐるっと見ていきましょうか。おしゃれキャンパーが集結してるからな。集結しすぎやろ。行きましょう。ヒルバーグありましたよ。こういう落ち方やった。すごいな。すごい、なかなかお目にかかられへんね。初めて見たもん、これ。やばいな。いや、すごい。あの、前回も見かけたんですけど、エゾマーク貼ってる方いました。これがほんまにおしゃれな映像だ。そう、これお手本なのよ。あ、すごい、これやね。コットをこう奥に置いてね、前室みたいな、前が広いかな。あ、なるほど、ストッパーみたいになってる、ポールが。でも、アシモのこのシート初めて見た、私。黒？これね。最近、最近やってました。あ、そうなんですか。抽選で、2回目抽選で、1回目外れた、2回目に当たって。へぇ、かっこいい黒。赤がちょっとあれやったけど、ね。このテーブル、これ、台湾かなんかで。あ、1枚1枚、わ、すごい。いいな、これ。あ、へえ、すごい、これいいな、ちょうどいい、ね、このね、すごいね、すごい、うん、
ほんまにね、ほんまにいつも迷子なる。どうしようってなるかっこいい。群馬空港近くに1本じゃないから4本だし、あー確かに行ける時すごいなんか低いもんね。群馬空の上にパークっていうのかな。そう、なるほど。これはエサボクス。あー、この金のやつ、これごちゃついてるの取られて、いやいや、すんません、急に来てすんません。あ、これもほら、これゆらぎさんのやつですか。それはね、違うんですよ。オリジナルチップですか。彼が塗ってくれたやつですけど、ただ試作品中か、ちょっと塗りが甘いやつを、まあ、譲ってくれた。すごっ。ランタン1個入って渡して、ちょっと試し塗りしてやつって、塗ってくれたやつです。でも全然かっこいい。これもホンダが塗ってくれたやつですよ。上手。そう、そういう仕事ですか。いや、仕事完全趣味ですからね。かっこいい、すごいな。今年結構ボンボネロゲットいっぱいありますね。ゲットされてるみんな。あじごみさん。ちょいちょい聞き出して気になってきた。いやもうすごい、コンペイトーとおまんじゅうの。いきなりやばいサイトやったけど。これもう隣のサイト案件ですよ。もうでも回っていこう思って、一つ目のサイトがこれやから時間足りへんのちゃう。もう3時からあれやで、始まるからね。次行きましょう。いや、またやばいサイトありましたよ。いや、お邪魔します。どうぞどうぞ。うわ、すごい、ひろきさん、ひろきさん、これ看板があります。このセット、あー、出た。やばい、このね、シェード。うなぎさんに置いてる、このステンドグラスっぽいやつ。ダップルボーンさん。ダップルボーンさん、そうそうそう。これボスだったんで。かっこいい。これはスマビトですか。それスマビトと航空ワークさん1050コラボ。はいはいはい、どっちも合うんですか。でもめっちゃ高かったでしょ、これ全部で。そればっかり気になる。言ったらダメです。値段がね、皆さん気になることです。値段が、値段言えない。これもインテリアですからね。家でも使えるぐらい。ベアボーンズが大変なことになってる。これそんなおしゃれになるんですよ。これで売ってるんですか。いや、売ってないです。これはさっき向こうで多分ミリタリーの人、あ、やってもらったんですか。チッピングの、はい、かっこいい。向こうに多分あった漆塗りの淀川ガレージさんのやつが、はい、漆塗ったんが僕です。これも漆塗ってるんですけど、やり合いっこしてるんですか。すごい、かっこいい。楽やなと思って、なんやかんや。でもなんかホヤとかいろいろないけど、まあ塗ってくれるやったら使えるかと思って。確かに、あとチッピングしたらかっこいいな。そういうやり方もあるんや。いや、すごい、すごいな。一番今まで見たベアボンズで一番おしゃれ。かっこいい。っていうか、このホヤ、それマグマ。どうなつけたらどうなるんでしょう。左のやつは、オレンジっぽくなる。なんか今これグリーン、めっちゃシルバーっぽい。シルバーっぽいけど、夜ぜひ見に来てください。はい、本気のランタン好きな人はね、マグマ大好きですもんね。これ来ましたよ。好きや。これはもう完全に、うわ、これいいですね、この色。 YouTube で見てから。いや、でもいいでしょう、月。うわ、これはいい柄。すごい棚なんですよ、ママさん、棚。手前です、これ前。本棚ね。ソマビトと。すごい。初めて知った。ソマビトとネイチャートーンズ。はい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 。
結構超えてます。これ全部で一セット。そうです。ここも。そうです。すごっ。これソマビトのエース。そうですよ、ソマビトのエースですね。ちょこちょこあるんですよ、ソマビトのエースが。あ、ほんまやこれや。いつも見るやつ。わあ、すごい。ほんで、クモの巣っぽい感じでね。クモの巣が欲しいなんですよね。だから、あのさっきの投稿ワークさんのやつ、クモの巣が。あ、そこそこ。シッピングがめっちゃかっこいい。はい、久しぶりですね。あー、GYC さんの言ってたやつね。こっちで貼ってた。うわすごい高級だった。でもチッピングがあっていいんですよね。なんか塗装が似てるから。あ、確かに。これ総額やばいでしょ。またそう、一番気になる。気になるね、それが。いやー、やばい。かっこいい。ねえ。いや、ちょっと同じシェルター G 使ってんのに。寒いはずやったんですけど。なんでこんな違うん？それはセンスの違いですわ。中見て。どうぞどうぞ。まあこうやって勉強していこう。それしかない。すげえ。すごいな、ほんまに。かっこいい。じゃあ次行ってみよう。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、次はモフモフサイトですよ。モフモフのいっぱい置かれたサイトです。ベリエワークスさんの言うてもた。いや、もうすごい。これ私ちょっと欲しいね。それ狙ってるやつ。これ持ってるから。ああ、これはでもすごい。これつけるだけで見て高級感。そうやな、全然ちゃうな。せやろ。ほんで昔持ってたこれにもつけれねえんで。うわ、すごいな。生まれ変わりやん。そう。よみがえりやよ。もうすごいよ、モフモフが。え、これは？試作です。あ、試作。これ試作みたいなんですけど、めっちゃ良くない。あの、もうひっついてんのよ。はい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 。なんかずれへんし。座ってみて。座った時もほらちゃんとモフモフしてる。これひっついてるんですか。そうなんです。すごい。これもまたソマビトから。ベリエから試作で。うわあ、試作に座らせてもろた。これも試作らしいけど、めっちゃ可愛くない？可愛い。可愛い。あ、いいっすね。いいな。これいいわ。ほんで私ここコンペイトつけたいな。おしゃれやな。おしゃれ。これほら、これパパさんの好きなのここ。ベルクロワッペンつけたり。ああ、デバイスの。ねえ、めっちゃ可愛くない？ほら。すごいな、いいなこれ。デバイス。いいアイディア。いいアイディアね。これはいい。たまらんなそれは。ほんでこれよ。私がずっと欲しい言うてるやつ。このモフモフで寝たらめちゃくちゃあったかいんじゃん。いや、もうあったかいしかないよ。なあ。うん。もうだって。あれとかシュラフとか引きたくないやろ。シュラフでもいらん。裸で寝る。裸でモフモフを感じながら。そう、モフモフしながら寝る。やばない。これにこれやで。ほんまなんかおしゃれなキャンパー多いな。ほら、言うたでしょ、ラグジュアリー。ラグジュアリー来てるわ、トレンドやわ。来てるわ、これもラグジュアリー。トレンディやわ。よ、トレンディだねって言わなかった。いいだね。おしゃれキャンパーは絶対履くの服着てるんですよ。ね。いや、ありがとうございます。お邪魔しました。ありがとうございました。ずっと宴からもうずっとサイト撮らせてほしいって言ってて、今日叶いました。ありがとうございます。今後ともよろしくお願いします。今後ともよろしくお願いします。こちらこそ。お邪魔しました。お邪魔しました。お邪魔しました。自分のサイトやのにお邪魔しました。
はい、こんな感じで、あのおしゃれサイトがたくさんありすぎてね、収まりきれませんでしたけど、これからはもう純粋にイベントの方楽しんでいこうと思います。私も持ってこない思って忘れたもん。あら、サイル最初に揺らぎオリジナルじゃんけんぽい。あーはい、どうもこちらポン。じゃあ夜も更けてまいりました。ちょっと主催者のねケンジとカンジに話聞いてみたいと思います。カンジ君、はい、第2回ユナフェス、はい、終盤に差し掛かってきましたけど、どうですか？めっちゃもう笑いが止まらない。前回120点って言ったような気がする。150点お、超えてきた。もうだってじゃんけん大会とか聞いてんだもん。癒しされたわーって言うよ。ソマビトさんからも、ナントさんからも、あとうちからもいろいろ出して盛り上がりましたし、あともうなんといっても12月のこの時期の福知山でやるイベントがこの最高の風のない暖かい気温でできたっていうのも本当に一番良かったです。ちょっとね、気温だけ心配やったけど、ちょうど暖かい時良かった。良かったね。天候がいいと、あのランタンとかもリビングとか思う存分レイアウトできる。焚き火もできるし、見応えもあるし、それが一番良かった。みんなで分けて食べる。よかったね、よかったね。本当に店を始めたのも、本当にこういう感じがもうやりたかった。みんなでもう、ね、好きなことを共有し合う空間がもうキャンプ場全体がそう。一番やりたかったことだよね。ねえ、ケンジね。ケンジね。はい。ケンジ君、どうでしたか？どうでしたかってまだ終わってないけど。そうっすね。まあ、ね、イベント第2回。なんでしょうね、もう。なんかみんなが楽しそうにしてるの見て、うん、ほんまやってよかったなって思います。その通りだな、はい、みんな楽しそうやもんね、ほんまに。でなんか知らない人同士がこうなんかワイワイ楽しそうにしてくれてるとより嬉しいですね。一番言ってほしかったことです。これがそうです。俺らのユラフェス、はい、ね、第3回もね、ぜひ楽しみにしてるから頑張ってね。ワイワイ楽しくできたらもうそれでいいです。はい、はい、もうほんまに楽しい。それだけで嬉しいです。一瞬で売り切れたから、もっと希望を大きく。そうっすね、お願いします。なりたい人もいっぱいいるんで頑張ります。主催者のゆらぎアウトドアのケンジカンジ君でした。甘神でした。甘神、いつもの下手。